のリード、そこからハーツクライ、ハーツクライが3番手から2番手、先頭はキングカメハメハ、ゴールイン。ダービーを制したのは大王キングカメハメハ。数々の G1 を制し、競馬ファンの心を熱くさせた名手、安藤克実。1976年に地方笠松競馬でデビューし、2003年に中央競馬へ移籍、2012年に引退するまで中央地方通算4464の勝ち蔵を積み上げ、そのうち中央の G1 は22勝。岩田康成騎手や内田博之騎手などその後多く誕生した地方から中央への移籍ジョッキーのパイオニア的な存在。そんなアンカツこと安藤克実さんがこの後スタジオに登場。2024年上半期の競馬において、さまざまなアンカツさんの第1位を発表。果たしてレジェンドの目に映ったものとは。その他競馬ファンなら興味津々のトークが満載。ぜひチャンネルはそのままでお待ちください。さあ皆さん、大変お待たせいたしました。イエーイ、本日のスペシャルゲストご紹介します。元 JR ジョッキーの安藤克実さんです。よろしくお願いします。昨年の12月以来来てです。はい、あの時ちょっと珍しく安藤さん、ね、なんか風邪こじらしたとかおっしゃってました。どうですか体調。ね、あの風邪がぐず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 だったけど、はい、今も全然大丈夫です。絶好調ですか。今年は大丈夫です。あ、大丈夫です。さあ今日はですね、安田記念をですね、安藤さん事前に予想していただきまして、はい、番組でもね、先ほどあの一部の方でもご紹介したんですが、こちら本命のショールラッシュ3着ということでございまして、そしてでもただ太鼓のロマンチックウォリアが1着ということになりましたけれども、じゃあせっかくね、ちょっとレースを、はい、ゴール前になるんですが、はい、安藤さん、ちょっとレース、はい、感じたことを教えてください。第4コーナーのガール3番手は、こちらですね。じゃあロマンチックウォリアっていうのがね、思ったより楽にあの位置ついたから、2アウト一番早いぐらい前は今度は、ね、それでここさえも抜けたらもうやっぱりね、スッと抜け出したら強かったですよね。だそういう点ではレースもすごい上手いし、まあ先導具心配したけどちょっとね、はい、全然問題なかったですね。だからやっぱ、ね、今までのレース見てるとやっぱこれぐらい走って当然な馬ですけどね。本命のソウルラッシュはどうでしたか。はい、うん、それなりに安全ないいレースしてんだけどね、あのまあ位置取りもあんなもんかなって思うけどね、うん、ただなんかやっぱ G1 になるともう一つワンパンチ足りないのかなっていうとこあるね。案外そういう馬いるんですよね、時間になるとちょっと足らないっていうね、勝ちきれないっていうの、そういうタイプの馬なのかもしれないね。安田記念は2つ買ってましたっけ。はい、僕ですか。はい、そうですよね、はい、そうですね、はい、まあ、いろいろ、ね、今日はね、ちょっとね、本当に貴重なお話も、はい、安藤克実さんだからこそ、元ジョッキーだからこそ語れる視点で楽しいお話をたっぷりといただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあではですね、まずは安藤さんのプロフィール、もちろん皆さんご存知と思いますが、改めて簡単にはなってしまいますがご紹介させていただきます。安藤さんは地方笠松競馬出身で、地方から初めて JRA 移籍をしたパイオニアでいらっしゃいます。地方中央合わせて4464勝、 JRA の G1 は22勝を挙げています。これ、まあ、多くのもう名レース安藤さんというところね、はい、もうたくさん伺いますが、小林さん、はい、どうですか、安藤さんのレースで印象に残ってるレース。僕はね、あの鶴丸ボーイ、あの安田記念がね、非常に印象深くて、安藤さん、こう多分天乗りだったんだと、はい、だったんですけれどもね、もうなんていうんですかね、その何のロスもなく完璧なレースだったかなって、いや安藤さんじゃなければ勝たなかったんじゃないのかなっていうふうに思うレースなんですよね。なんか内野もですけど、思った以上になんか馬場悪かった、馬場悪かったですね。それでね、これね、今思い出すと、前がパッと開いて、はい、ログがパッと取ったら全部取れちゃって、どういうことですか。目が出なしで、その時目がついてないです。だけど、まあ、前に馬いないからいいけど、はいはいはい、本当は二重につけたんですか。一つずつ取るつもりが、だから顔ドロドロ
これだな、そっか、これ勝ったから笑い話ですよ。そっか、20を一つ取るつもりが全部取れちゃったか。パッとで前が開けて嬉しくなってパッと取った。動揺しなかったですか。大丈夫、大丈夫。勝てるなと思った。勝てるなと思って。すごい、強かったな。そう、ご本人と一緒に見れるなんて嬉しい。さあですね、ここからは今日のメイン企画いきたいと思います。じゃじゃじゃ、こちらでございます。さあ、上半期アンカツさんの第1位ということで、熱くなったレースいきたいと思います。そして騎手の腕が光ったレース、予想外の結果だったレース、さらに秋に本格化しそうな3歳馬、成長が楽しみな騎手、そして宝塚記念で乗りたい馬、これらの項目で安藤さんの第1位というのを伺っていきたいと思います。ではですね、まず1つ目の第1位、こちら熱くなったレース、それは日本ダービー。はい、もう先週ですね、はい、素晴らしいレースでしたが、これ安藤さん、どのあたり熱くなったか、ちょっと映像を見ながら教えてください。こちらスタートして、第1コーナー、そう、これ僕ね、やっぱり岩田君行くんじゃないかなと思った。この枠引いたらね、だら結構50代のお客さんたちが若手じゃなくてね、第1コーナー先行馬がね、あれが取り消したでしょ、はい、そうですね、ノリさんと三鷹さんが 1,2,3 番で形成するっていう、ね、ダロンはね、やっぱ俺こんな1位取るとは思わなかった。思わなかったですか。レース除外にして、でもやっぱりノリはやっぱりスローになるのを見越して、やっぱりね、ちょっと本当に一か八かのレースでいい位置取りに行って、もう一番いい位置だもんね、やっぱりね。でここ距離が並んで、まあ直線ここからジャスティン・ミラロが、ジャスティン・ミラロはね、またね、外からまだあそこで動かなくて、外から来た時にね、池添君が来た時にはノリさんの前が岩田さんじゃないですか。そうそうそう、ピンクも、はい、どっち行くのかなと思ったんですけど、だどっか開くやろうっていう感じでノリちゃん乗ってるから、開いたらパッと突っ込んじゃって、そしたら内をやって、はい、やっぱりね、一番楽なレースっていうか、距離ロスもなく、みんながね、動いた時に動かないでいいとこにいるから、ね、次は決して悪い競馬してないですけど、そうそう、やっぱりあっっていう感じだったですね、やっぱりね、一か八かっていうレースしてるしね、やっぱりジャスティン・ミランはね、やっぱりどうしてもね、ある程度安全に乗っちゃうからね、人気馬になるとね、そういう点ではしょうがない部分もありますよ。これだから、ノリさん、安藤さん、やっぱりさっき前走1トン差あったっていうことで、ね、ファンファレの前にやめるっていう決断されたのは、うん、その決断がすごく良かったと思うね、はい、もしもあそこ使ってたら、あの時計でやっぱり抜けば、多分自信がないとね、成績も出なかっただろうし、そしてそうなるとやっぱもうダービーにも向かわないだろうしね。でもまあそれでね、やめて早く立ち直って仕上げたのもすごいですよ、ダービーは。1ヶ月で、約1ヶ月ぐらいでね、安田トレーナーもすごかったという、はい、うん、ノリのいい判断で除外にしてここにつながってるから、それでノリちゃんは嬉しかったと思うよ、さあそしてそのダービーについて、ちょっと視聴者の方からアンカツさんにですね、質問が来ていますので、ちょっとご紹介しますね、ゆとり28さんからいただきました、今年のレガレイラのように牝馬でダービーを狙ってくる陣営も今後出てくると思いますが、アンカツさんが考える牝馬でダービーを制する条件を教えてください。私はウォッカクラスでないと勝てないと考えています。まあ、ウォッカから何とか調整してきてますが、なかなかそのまだね、壁はという、どう見てます？いや、今ならね、やっぱりその年のレベルあるんだろうけど、牝馬もどこ馬もね、強いのは強いと思うね。だから、まあ、この時はね、やっぱぶち抜けてウォッカ強かったけど、正直この時ね、男馬大したことなかったんですよ。ああ、相手が。ウォッカは一番人気だからね、多分。これは安藤さんしか言えないこれはなかなか、そうですということで、はい、まずはですね、ちょっとアンカツさんの熱くなったレース、こちらダービーについてのお話をお伺いしましたけれども、続いて2つ目、アンカツさんのこの第1位、騎手の腕が光ったレースというものですね、それはこちらです。オークスのクリストフ・ルメール騎手と。まあ、ドバイの怪我から、ね、復帰して初の G1 制覇でしたが、この素晴らしかったポイント、また映像見ながら安藤さん教えてください。チェルビニアですね、まずは先行争いです。
16番湘南マネーラコーダッシュ、17番高野 LP だがこれについていって結構57秒7って前半かなり速いペースになりましたね。位置、まあね、はね、やっぱりそんな位置を気にしなくて乗っててね、ずっと今あそこですよね、この、はい、でステレンポジション、はい、その後ろに、ね、後ろに行ったりね、リノエさんやっぱ強いのマークしてるって感じです。たまたまだと思うんだけど、それはね、それに対してやっぱ自分の馬のペースで行くと思ったら前にちょうど相手馬がいたっていうか、これそれでね、あのルメール復帰して2週目だよね、これ。そうです、そうです、ね、あの NHK マイルの後だよね。で結構ここ束動いていくんですが、まだチェルビネはまだ動かさないですね、うん、ここで追い出しを遅らせるということ、うん、この辺りはやはりまだ直線長いから、うん、だからそういう部分でもどこでも動けるところで手応えもあったと思うんですよ、はい、で前との距離もほとんどなかったし、なるべくゆっくりっていう感じで、でここから席ですよね、はい、でステレンボッシュは内の方を戸崎さんが走って、そうそう、だからステレンボッシュもね、うまくバグンさばいて内から抜けたんだけど、はい、やっぱこの時は外のが伸びるのかな、やっぱ多少ね、そういう部分はあったと思うけど、ルメールさん、これ牝馬でね、はい、よく言われたのはオークスであんな大敗したのが、うん、二桁着順から勝つって、はい、そういう牝馬の立ち直りどうなんですか、やっぱり難しいんですか、ね、あの大箇所ね、はい、あんな大敗でしょ、はい、あの外枠ってのあったけど、あのマイルのね、あの阪神の、はい、外枠そんな不利じゃないですよ、ジブラルフィールズ、うん、戦力はね、俺はそう思ってるから、いやこれあそこで大敗するのはその枠順じゃねえなと思ってたから、馬の状態なのかって思ってたから、まさかねここまで一変するとは正直思ってなかったね。だからそれをね、やっぱ自信持って馬のリズムで乗ったルメールはすごく良かったと思うね。ということで中津さんに騎手のこの腕が光ったオークスについてお伺いしましたけれども、続いて3つ目です。アンカスさんの第1位予想外だったレース、こちらですね、見ていきましょう。予想外だったのはビクトリアマイルだと。これはもう200倍台のね、はい、単勝の1000ハッピーローズの激走、はいはい、ちょっとこれは映像を見ながらですね、これもスタートから結構ゴールまでずっと速いペースで、こっちでは津村さんの初時間にもなりましたが、これモレイラがね、かわいそうにちょっとね、なかなかうまく乗れなかったというか、かわいそうなんですよ。もちろんですね、6番のね、やっぱりモレイラやっぱ勝ってるね、うまくあれならね、あそこのちょっと差が、ちょっとの差が出てるってことですか、こっちはやっぱりスムーズに外回ってスムーズに、だけどこれ正直ね、これがそこまで走ると誰も思わないと思う本人もそう思ってると思うよ結構完勝でしたもん ね、普通に走ってるもんね、普通になんか自分の競馬してそこから何かに恵まれたわけではないし、なんで今まであん、ね、そんな人気になるほどの馬じゃなかったから、俺も全然相手にしなかったっていうこれがあるのが競馬なんでしょうね、予想外だったのはビクトリアマイルということでしたね、うん、では一旦ちょっとここでブレリクということで小林アナお願いします。はい、私はあの年に1回ぐらいは自分が実況してる夢を見るんです、寝てて、ね、で先日見た夢は10頭立てだったんですけれど、はい、ゴールに近づくにつれて頭数が増えて、はい、15頭25頭最後は30頭ぐらいに増えて、ドドドドドッバーバーいっぱいにこう30頭が広がってゴールに入って、もうびっくりしちゃって絶句しちゃって何も言えなかったんですね、ゴールインも言えなくて、でふと横を見たら解説者の席に宮島さんが座っていて笑っていたんですね恐ろしい夢を見たなと思って、皆さん恐怖恐怖。クイズです。現実に戻りまして、競馬面白クイズバトル、お馬の Q です。夢に見られて笑いそう、私笑ってそう、怖いな、そういうとこある。さあ、毎週競馬にまつわるクイズを出題しまして、その正解数を東さん宮島さん解説者チームで競っていただきます。視聴者の皆さんは土曜日に2問、日曜日に1問、合わせて3問挑戦できます。その合計ポイントに応じまして、四半期ごとに豪華な商品が当たるチャンスがあります。6月までの商品はイクイノックスの写真集です。競馬場やトレセンでの様子はもちろんのこと、貴重な幼少期の写真も収録しています。
さらに今回は特別にルメール騎手にサインをいただいております。これはまさにスペシャル。ぜひリモコンの D ボタンを押しましてご参加ください。そしてスタジオの皆さんは半年ごとの王者にささやかな賞品が贈られます。今日は安藤克美さんにもお越しいただいておりますので参加していただきます。さあ、これまではゲストの方が正解しても他の人にポイントが積み増しされるだけでしたが、東さん、ここは思い切って番組オリジナルグッズを差し上げるというのはどうでしょうか。安藤さんが正解されたら、あ、もちろんいいんじゃないですか。もうそれはもう、います？どうで、自信ないですよね。クイズ当たったことない。タンブラー、T シャツ、スポーツタオル、クリアファイル、T シャツ、僕とさくらの顔が映ってるんですけど、ちょっと申し訳ない、本当に申し訳ないんですけど、それはやめようかな。やめちゃうんだ。みんなやっぱなんか恥ずかしいかな。恥ずかしいですよ、やっぱり。そっか、まあ、でそれは当たったらちょっとまた選んで、T シャツはまずはなし、ね、まずはなしです。はい、顔なし。はい、さ、テレビの前の皆さんも準備はよろしいでしょうか。はい、では今日の問題に参ります。お馬の Q、どういうこと、クエスチョン。今日はもちろん騎手時代中央で1111勝を挙げた安藤克美さんにまつわるクイズです。安藤さんが1着だった時、2着の騎手を見てみると最も回数が多かったのがやはり武豊騎手。その数実に85回もありました。そこで問題。安藤克美さんが中央のレースで1着だった時の2着だった回数が2番目に多かった騎手は次のうち誰でしょう。これ安藤さん、岩田康成騎手、2番三幸秀明騎手、3番福永雄一騎手、4番池添健一騎手。さ、お考えください。分からんね。一番多いの豊さんって知って分かってました。知らないです。なお対象は中央のレースのみとなります。こちらの選択肢は年齢順に並んでいまして、武豊騎手以外で2着の回数が多い上位4人です。武豊騎手の2着85回はダントツなんですが、選択肢の騎手についてはかなりの僅差です。そうなんですね。この4人は僅差で順番がついてるってことですね。武豊騎手だけちょっと抜けてる、はい、ではここで大ヒントです、はい、正解の騎手は G1 に限りますと安藤さんが勝った時に2着になったことがありません。他の3人は最低1度はあります。いかがでしょうか。大ヒントです。G1 に限ると安藤さんが勝ったその G1 で2着になったことがないんです。これね、これはでもじゃあ2着になったことが、安藤さん野生の勘ですね。 G1 に限ると2着になったことがない人が2着の回数が2番目に多い、まあ、めちゃくちゃ難しい問題ですね。なんでそこでね日本語が難しくなってる。さあ、よろしいでしょうか、よろしいでしょうか。皆さんの回答を見てみたいと思います。札をお持ちいただいて、なんとなく決まりましたか。さあ、札を上げてください。どうぞ。あ、こっち、はあ、さあ、それでは岩田さんから、はい、あ、失礼、宮島さんから。あ、私からいきますか。あ、いや、なんか全然分かんなかったんですけど、普通に言ったらやっぱ1番か2番ってなるけど、それじゃ問題にならないのではというところで3番福永雄一騎手にしました。東さん2番、時代です。やっぱちょっと年齢順つってて、岩田さんはちょっとわなあかんな、逆に。そうですよね。そしたら三幸さん、ただ安藤さんはね、安永さん挙げてるんで多分、安藤さんいかがでしょうか。やっぱり一緒に数乗ってるのは一緒に一番乗ってるのかなっていう気がして、同じレースにね。そうすると結果、そうか、小林さんは。そうですね、僕もね、1番岩田さんかなと思ったんですけど、それじゃなんか単純かなとか思ったんで、ちょっと2番にしてみましたっていうところ。みんな勘じゃないですか。これ視聴者の方も理由言えた方すごいよ。
ね、マニアの方、うん、さあ正解はこちらです。4だったら終わりだからね。そう、誰もいないからね。さあ安藤さんが1着だった時、2着に入った回数が武豊騎手に次いで多いのは一体誰か。こちらです。49回、43回、44回、44回、2番目に回数が多いのは岩田康成騎手。地方競馬から移籍した騎手のパイオニア安藤さんと史上5人目の中央移籍だった岩田騎手。 G1 でこそ連帯のない2人ですが、安藤さんが1着の時、2着の回数が2番目に多かったのは岩田騎手だったんですね。ということで正解は1番でした。はい、安藤さんおめでとうございます。さすが一番乗ってる回数が多いですね、そっから、見事正解されました安藤さんには番組オリジナルグッズを差し上げます。初めてクイズやってきた。嬉しいです、出ていただいて。T シャツを差し上げたいと。いやだって言ってるのよ、これは。どうですか、タンブラー、まあ、タオルなんですけど、あとキーホルダーなんか結構趣味で集めたりしますか。やっぱりこれは T シャツやね。T シャツやね。T シャツですか。本当。あ、本当ですか。私と東さんがあの小芝居してる写真なんですけど大丈夫ですか。大丈夫です。本当ですか。はい、あ、今日が私は T シャツを、じゃあ T シャツを送らせていただきます。ありがとうございます。よかった、ありがとうございます。そしておめでとうございます。はい、視聴者の皆さんは正解できましたでしょうか。お馬の Q、 来週もお楽しみに。ですね、ここでまた先ほどの上半期アンカツさんの第1位に戻りたいと思います。改めましてこちらです。さあ続いてはこの4番目、4つ目の第1位ですが、秋に本格化しそうな山菜はということで挙げていただいたのはこちら、新エンペラー皐月賞5着、ダービーでも3着という走りでした、これなぜか教えていただけますか。まあ、ずっと、ね、安定した、一番上で、ね、安定した成績残しているし、まあ、血統的にも、ね、凱旋門賞馬の下でまだ、ね、ピリッとしてないですけど、やっぱりこれだけの血統馬だし、まだまだ本格化するのはこれから先じゃないかなと思ってますね。という意味では、うん、矢作先生調教師が、まあ、凱旋門賞を予定して、うん、その前に、うん、まあ、ニエル賞同じ舞台が定番なんですけど、3歳だとアイリッシュチャンピオンステークスからって何かこう矢作さんのなんか選択のねレース感って何かありそうな気もしますけどね。だからやっぱりね、血統的にもやっぱヨーロッパ血統だろうしね、そういう点ではね、こういう風に使うのもすごく楽しみじゃないかな。それでぐんと力つけて帰ってくるような気がするけどね。その予感する楽しみね。ちょっとしっかりと皆さん覚えておきましょう、秋に本格化しそうな山菜馬は新エンペラーということでした。では続いて5つ目、安藤さんの第1位、成長が楽しみな騎手ということで、こちらは小林美久騎手。はい、前回ね、田口寛太騎手を楽しみな騎手として挙げてね、大活躍してますが、今回安藤さんどのあたりが楽しみですか。小林ジョッキーは、いや、このね、あの、田口寛太挙げるときにもこの小林騎手、俺ずっとこの頃からね、あの頃倉付きがいいなと思って、姿勢がいいしバランスがいいし、そうしたらね、やっぱ思ったようにバンバン勝つようになったから。そうですね、よくね、あの、本当見ててもね、女の子に見えない、追ってもね、しっかりしてるし、すごくね、あの倉付きっていうのはこの馬バランス、バランスと乗ってる場所がいい、場所がいい、はい、なかなかね、レースっぷりもね、強引なレースするとこもあるし、あ、そういうところもやるときはやると、ダイナミックですね、はい、あの、で勝ち出すとね、やっぱりね、自信つくし、いい馬も回ってくるし、船が伸びてくると思うんだけどね、はい、やっぱ勝ってると馬質も上がるし、 そうですね、そこでやっぱりつながっていくってことで、はい、今ね、うん、もう昨年の勝ち星クリアしちゃってんでね、うん、まだ6月ですから、ちょっとどれぐらい勝つか、ね、倍3倍ぐらい勝つよね。積極的な騎乗も目立ちますしね、なんかね、うん、なんか非常に思い切りのいい騎乗してるなっていうイメージも僕の中でもありますね、うん、なんかね、ちょっと夏競馬です、はい、これも含めて今安藤さんのね、チョイスがあったんで、はい、狙ってみる、狙っていきましょう、はい、はい、ということで、成長を感じる騎手は小林美久騎手、はい、では
最後の安藤さんの第1位、うんはい、宝塚記念で乗りたい馬ということなんですが、今年の宝塚記念はですね、3週間後の6月23日、はい、春のグランプリにふさわしい豪華なメンバーが揃いそうになっています。果たしてこれ安藤さん、どの馬に乗ってみたいのか、はい、ではですね、第1位発表させていただきましょう。第1位はこちらです。どうです？まあ、前走ドバイダーフは残念でしたからね。これグランプリ連覇かかってるんですが、ドデュースどうですか？いや本当ね、前走はかわいそうなぐらいね、もう行くとこなくてね、不完全燃焼で終わって、まあ、そういう点では余力残して帰ってきて、また今度ね、宝塚京都でやるんですよね。そうですね、今年は、はい、京都記念むちゃくちゃ強かったじゃないですか。あれ見るとやっぱり京都でやるのもプラスだし、前走の力溜まってるのもプラスだし、まあ、ここは負けられないところだと思うね。距離的にもベストだと思う。はい、さん、僕どんだけ、うん、とにかく元気だっつって、馬体もだから、うん、なんか最初の頃はマイラーなんじゃないかってね、はい、なんかそうそうおっしゃってましたが、だけど張りはすごいね。そっか、宝塚、うん、これ、うん、その他でどうです？まあ、ドーデュース一番ですが、ロマンティックウォーリアあれが使ってくればまた面白い一応登録はしてるんで、ね、またね、正式に発表あると思いますが、最初は宝塚狙いじゃねえかって、うん、で距離的には確かに勝って使うかどうか分かんないですけどね、はい、使ってくればまた面白い競馬になるなと思うね。実際にやっぱ今日みたいに、はい、うん、スタートよく、そうそう、ああいう、あんな楽にいけると思ってなかったね。操縦性は良さそうですか？良さそうですね。あ、良さそう、ええ、マチクオリア返し馬なんかはね、結構力んでたとかあったけどね、まあ、帰ってまた今度、まあ、京都へ行くのもマイナスではないだろうし、右回りのが慣れてるしね。あ、そうですよね、うん、周りもね、左よりね、使ってくればね、好勝負になるんじゃないですか、2つ、だから返し馬とか今日ロマンチックリード、ちょっと悪化し、なんか少しね、テンションがっていうのがあるんですけど、はい、安藤さん、やっぱ返し馬行って、うん、あれぐらいでは別に決してマイナスではない、ね、まだ気性的なものがあるからね、かえって今日なんか反対にちょっとカットするぐらいのがマイルだから、はい、だからかえってあの楽にそれ位置もあるでよかったかもしれんし、うん、どうでしょう、はい、ロマンチックや、はい、持ってみたいと、はい、でした。さあ、いかがだったでしょうか。後半の、ね、ちょっと3つは今後 の馬券の、ね、作戦の参考にもさせていただきたいと思います。皆さんもぜひチェックしてください。ということで、ここまで上半期安藤さんのさまざまな第1位についてたっぷりとお伺いしてきました。さあ、ではですね、ちょっと新馬戦について視聴者の方から安勝さんに質問が来ていますので、ご紹介します。またすけムーンさんからいただきました。安勝さんが新馬戦に乗る際に考えていたことや意識していたことを教えてくださいと。まあ、それまでね、こう調教をいろいろ教えてきた中で、この初めてのレースということですが、どのあたり安藤さん気をつけてましたか？そしてまず馬に嫌って思わせないことですね。レースをあの嫌にならないように、はい、うん、だからできるだけあんまりバンバンを叩いたりしないようにね、勝つことよりまず教えることっていうか、ね、楽しく走れるような馬になってほしいなって思ってましたね。人もそうですけど、最初のレースで何かその嫌なことを覚えちゃうと、うん、もうそこでいくらポテンシャルあってもダメになっちゃうってこともあるんでしょうね、うん、どうでしょう、これ新馬戦、うん、その前にもちろん調教で乗られたこともあると思いますが、はいはい、これはちょっとかなりの大物になるんじゃないかって、なんか感じたことは馬いますか？笠松時代なんだけどね、はい、レジェンドハンターって馬ですね。しゃあ、はい、最初は確か負けたんだけど、一気にこれ、え、笠松の方が一気に G2 勝っちゃうのっていうね、これ多分逃げて離したんですよね。レジェンドハンターです。8番のレジェンドハンター、これどのあたり安藤さん感じたんですか？いや、もうね、最初調教頼まれてパッとまたいだ瞬間にすごいフットワークがいいんですよ、うん、でもうゆったりして柔らかくてすごいバネで、はい、いや、これでその次から乗るときはね、ジェット機連れてこいってそれぐらいの表現ができる馬だったな、もう本当にすっごい乗り心地のいい馬で、乗っても今までにないぐらいやっぱりクッションがいい馬だったね。そう、柔らかさ、クッション性っていうのがあって、実際これ新馬戦負けましたけども、うん、はい、でもその中でもやっぱ衝撃、その通りでしたか？それもあのさっき言ったように勝つことより
800なんですよね新馬戦、はいはいはい、だ最初にガーンと無理して出しこうゆったりした馬だから出したくなかったからもう負けてもいいからっていう馬を持ってそうでもう一頭勝った方も俺が乗ってた馬なんですよ。ああ、ね、デビュー一緒にさせるなって言ったのにそれも走るんだけどあの馬もなんか中央挑戦したりしてましたもんね。そうそうそういい馬ですね。僕が中央行く時に乗ってる、はい、そうですよね。僕が一緒に使ったら嫌だって言ってたのに使っちゃったあっでそっちが勝った2頭使ったんですよ。いろいろやっぱそこの力があるそうですね、うん、はい。だからこれで朝日杯行くんですよね。そうですね。3歳ステッツで G1 にね、ちょっとあの俺がちょっとねやっぱ中山の坂まで分かんなくてちょっと出すの早かったなっていう、うん、そう思ってました。あの時ですね。中山の急坂という部分がまだ、はい、あのさん自身、うん、そこまで経験がなかった。どっちかというと溜めてビュンという馬じゃなかったから、さっき言ったようにゆったり走る馬だったから、ちょっといいところでさーっとの流していったのが、やっぱ最後ちょっと止まったんですね。はい、じゃあその他にもですね、長女視聴者の方から、はい、さまざまな質問を来ています。ちょっと時間が許す限りご紹介していきたいなと思うんですけれども、まずは、ワタポンさん、ワタボンさんからいただきました質問です。2012年の阪神大賞典でオルフェーブルが一掃して戻ってきた時、他の馬に騎乗していたアンカツさんが、はい、戻ってきたと言っていたと福永調教師がおっしゃっていましたが本当ですか？外にね追走してて、はい、確か安藤さんが乗ってる外から、うん、オーケンブルースリー乗ったって、あれはレース中、そうそう、あれはもう外に行っちゃうのは見えてるんですか？見てました、ずっとね。これは、あ、これは一番外まで行ったなと思って。安藤さんのオレンジの帽子さん、うん、11番、あ、でも絶対戻ってこないと思った、止めるだろうと思って、はい、あそこまで行っちゃったの。もうこの時はもうオーケンの自分のレースに集中して、あ、これはと思ったらまたね来たから、この時はまだ気づいてないですね。そう、これまだ分かんないですよ、ね、足がまた全然違うんですよ。来ました来ました、まさかっていう、ちょっと左見ました。いや普通分かんないと思うから、また来たぞって言ったらまた来たぞあ、ほら見てますね、完全に見てますね。考えられない強い馬ですよ。で正面向いて、はい、もう一回いわゆる二度見いわゆる二度見ってのもそれぐらいまた来たぞと。だけど本当一番外まで行って、これも重傷かなんかよ、はい、そこでね、あそこでこれ負けたんだけど2着なんですよ。とんでもない、あの、そうですね、最後ね完全はしなかったけど、一人でどれぐらい遠く走ってるかこういうやっぱり何か思いがけないことが起こるとレース中でもポソッと思わず言葉出ちゃうことがあるんですあるんですよ。結構喋っちゃうんですね騎手の皆さんも。では続いての質問、ポッターさんからいただきました、ありがとうございます。レース中ジョッキーはどんなことを考えていることが多いですか？まあよく言うと、はい、でその日の馬場、あと展開客室とかありますよ。安藤さんはどうですか？そう、やっぱり馬のことしか考えてないよね。終わって何食おうとかそういうことは考えてないそうですよね、うん、まずその時はやっぱり、ね、馬のことしか考えてないと思うから、その馬がよく走れるような、さあということで、あ、ちょっともう残念ながら時間が来てしまったということで送っていただいて、たくさん送っていただいたんですが、皆さん本当にありがとうございました。